じゃん、あれおらん。入んない。だって工具何も持ってきてないもん。あ、入らない。さあ出よう。おい。カロです。今日は本棚を買いに行きたいと思います。はい。はい。まあこれ愛用してる本棚なんですけど、いっぱい本あるんです。そうそう。これね、入れるところが少ないので、ちょっと背の高いの買い直します。で、どっちか1個をハヤの部屋持ってきます。いい？ちょっとここら辺のゴミじゃない。物が置けなくなるので、ちょっと考えてください。はい、ということで、じゃあ、買いに行きましょう。レッツゴー。これ、うん、この色、うん、これ、うん、これでいいよ。これでいいの、本当に。あ、自然災害か。ライス食べるの美味しいの？カムだ。いいよ。あ、入って入って。大丈夫？入って。これ重いから。重い言うたのに。あ、知ってんの？何聞いてる？何？早く行ってみたやん。いた。じゃじゃーん。はい、納品されていきました。買ってきました。はい。で、ストーブめっちゃ炊いております。じゃあこれから組み立てタイムになります。はい。どう？思ったより大きくない？なんか途中で俺曲がっとってんけど大丈夫？なんかさ、ハヤがさ、そう、ハヤとパパが持って帰るときにさ、なんかさ、おーとか言いながらやっとったけど。はい、じゃあ組み立てていってください。はい。目標はどれぐらいに組み立て終わりますでしょうか？2時半。ちなみに今は1時40分です。うわー、何もやってないんだけどちょっと待って、まだ何もやってないけど、痛くない、やりたくない。その2番の板っていうのはさ、全部一緒なの？うん、全部一緒。何枚あるの？全部で7枚やな、うん、上下と中4つみたいな。どうしよう、幅どうしよう。傷つくよ。傷つけない。なんか今ペシって言ったよ。よいしょ。セーフかな。しなってるしなってる。よいしょ。だって工具何も持ってきてないもん。押さえとってあげるで取っててくる？どうやるか分からん。だからパパが召喚してくるんや。だから親父は？親父したいって。早く来てよ。呼んでこなあかんって。刺さらへんって。だから工具がいるって言っとんの。パパ呼んでこな。ネジを1本持ってって、パパと工具をくださいって言って。ちなみにもう開始して10分経っております。何やっとんの？自分でやると張り切っとったやん。ぐるぐる巻くって。おえじゃん、おえじゃん。座り方よ。右回しやね。ね、なんか斜めなってっとうって。もうダメ。ちゃんとやらな。ええー。ねえ、ちゃんとまっすぐやらんと、あやの性格も絶対本田なんだと思う。斜め。斜め。だってあれの時もうちょっとうまくいったもん。うわ、そんなんも一番簡単。初心者でも簡単な本田。え？逃げるの？逃げるの扱いされたね。工具持ってくれてブイーブイーってできる。あ、ずれた。今更やけど傷つくのやで切ったんやって。もうせよ。まあ出よー。おい。はあ。はあじゃねえっておい。あ、よろしく。はあはあ。パパがはは言っとるよ。親父はは言ってる。嫌だ。で、どういう本割りにするの？あ、入れてないもんな。うん。この大きいやつなんだから、よろしく。はい、お願い。あ、もう普通の定期でいいの？うん。入った。これ。均等割りでいいって。待って待って全然。ここは穴があるでいいって。ねえおいって。本当にいいの？工程違っても。何の工程が違うの？工程通り作っとんだけども。だから A と B の工程があって、パパはママたちは B を作りたいのに A の工程で進めとるけど、どうかって聞いとんの。だからさっきから言っとるやん。それ。なんやったねえ、人の話聞いてないの。全部固定でいいって言ったやん、入っちゃうんですよね。出し入れた時にで、ご飯入れて固定でいいねって言ったらもう後でいいんやってとか言って、うん、とりあえず落ち着けよ。どっちが起こすの？最初はグーじゃんけんぽい。肩を起こすのやな。はい、ダメなのこっちだよ、こっちだよ。おい、傷つくよ。ねえ、なんか釘置いとるけど大丈夫？あとでまだ仮止めって言ったよ。これ人の話聞いてないやろ。釘置いてる。聞いてないファミリーやし。もっとちゃんと持たな。足元足元、本が巻き込んどる。いくよ、せーの。もっと持たない。下を上に上げなあかんって、上に。せーの。よいしょ。なんか変わったな。はい、新しい本棚来ました。なんか本当に変わったな。今話題のあの方たちです。いや、これ上の本を取るときは失礼かもしれない。あ、失礼そう。なんかおしゃれな子はこの上に地球儀とか辞書とか置くのね、うん、上にぬいぐるみ置いとくやろ、マリさんね。すみっこちゃんがいるかと思ったらねねちゃんいるんですけど、視聴者様にいただいたやつですね。ありがとうございます。クーグーよし。はい、ということであやさんの本棚完成しました。全然空きあるね、これ。だってこれまた表裏入れ始めるんでしょ。あやさん、パパと協力して本棚仕上げました。で、本棚を組み立てたのは予想通り2時半までに組み立てられたんですけど、現在の時間3時です。なんでかというと、はい、まだ散らかってます。まだ散らかってます。まだまだあやさんのお掃除は続くそうです。はい、バイバイ。片付けてくださいね。無理やったらもらって持ってってよ。無理無理、今からハヤの部屋掃除しますからね。持ってってよね、ハヤの部屋。やめてよ、自分の部屋は自分の部屋でってね。